宮城交通富屋営業所宮城交通富屋営業所は宮城県富屋市三の関大使道西108にある宮城交通の営業所。ここではバス停の富屋営業所前バス停にも触れる。泉営業所野村社こと教官主に東北学院大学泉キャンパスへの通学生対策として運行され、英和台松森団地線の保管路線としても機能する。 泉中央駅発は、大半の便が1工事、2工事開始に合わせて、泉キャンパス正門前発は2工事終了以後、校内主発便は、平日の3から5工事終了後に設定されている。泉営業所、野村社こと、教官基本系統は泉中央駅松森団地、泉中央駅間で、朝のみ、英和田入口発泉中央駅業が、設定されている。 泉営業所、野村社こと、共官メインは泉中央駅鶴が、岡ータウン間。岩切駅発着は、平日の上り3本、下り2本のみ運行であり、鶴が、岡ータウン内での運行経路が異なる。仙台駅発着は、住宅前経由と運転免許センター前経由の2本建てになっており、仙台駅発は全車、鶴が、岡ータウン発は、後車の本数が多い。 また平日朝のみ、八乙女駅発が設定されている。泉営業所、野村社こと、共感省量ニュータウン内は一方通行のような形で運行されるため、省量ニュータウン業は、省量二丁目を経由し、省領中学校前が終点となるが、省量ニュータウン発は、省量二丁目が始発で、省量中学校前を経由する。泉営業所、野村車庫と共感線営業所、 宮古バス、吉岡営業所と共感線営業所、野村社こと、共感宮古バス、吉岡営業所と、共感平日登りのみ運行。泉営業所と共感線営業所と、共感詳細は、宮城交通線営業所正原団地線を、参照詳細は、宮城交通線営業所泉パークタウン線を、参照詳細は、宮城交通線営業所鴨茂町名が丘線を、 三省線営業所、野村車庫と共感線営業所、野村車庫と、共感以前より運行していた宮城学院線を北へ、延長する形で路線を新設した。2011年完成予定の北4番艇、大平線の完成後の幹線バスとしての機能が期待される。沿線にある宮城大学や仙台保健福祉専門学校、宮城学院などの学生への利用が多い。また、 この宮城大学線は、県庁市役所経由よりもあたご上杉通り経由の方が本数が多めに設定されている唯一の路線である。これは人口が多いながらも仙台市営バスの S110、S140 系統や県庁市役所経由のバスが止まるバス停までわざわざ足を運んだ、上杉地区の利便性確保という見方が強い。事実。 この路線の開設によって上杉経由のバスは従来の約2倍になった。宮城大学仙台保健福祉専門学校前に到着したバスは、ほとんどが泉営業所まで改装され、折り返し泉パークタウン線となる航路もある。泉営業所、野村社こと、教官2004年以前は仙台市営バスと競合していたが、2004年3月に一部を、 除き宮城交通に一本化された。また、2007年4月に仙台駅発着系統の運行本数が大幅に増便され、同じ経路を運行する宮城大学線と合わせると、従来の2倍以上の本数となった。詳細は、共感先の泉営業所を参照。長く仙台市営バスの単独運行であったが、2007年4月1日に宮城交通が参入した。 これにより仙台市 AA バスは運行回数を削減した。詳細は共管先の泉営業所を参照。富屋営業所前バス停は宮城交通のバス停である。このバス停は仙台方面のみの片側バス停で吉岡港のバス停は設置されていないため富屋営業所には停車しない。ありがとうございます。